はい、始まりました。イシモンジャブティービー。フォワードの選手がディフェンスにコンバートされるとき、気分的にはあまりいい気はせず、もはや都落ち感さえ感じてしまい、逆にディフェンスの選手がフォワードにコンバートされるときはすごくいい気分がする。イシモンジャップ何よりも珍しいですから、後ろから前のコンバートは。実際プロのディフェンダーで元フォワードの選手が多いのが現実。それだけにフォワードの選手のままずっとプロで君臨している選手はもう本当に本当にすごいと思いながら、今回のトークテーマ、2022年 J1 リーグ第5節京都サンガ FC VS FC 東京戦のレビューをお送り届けたいと思いますので、よろしければラジオ感覚でご視聴いただけると嬉しく思います。ということで早速、試合結果等はこの通り、0対1で京都敗戦、一方 FC 東京勝利。やっぱり J1 の舞台は厳しいですね。もう第5節にして早くも2敗目。開幕戦こそ勝利したものの、それ以降4試合リーグ戦では勝ちなし、および1ヶ月間勝利なしなわけですから、昨シーズン J2 時代の成績を思うと、なかなかきついですね。それだけに昨シーズンはどれだけ幸せだったかっていうことを、改めて感じさせられますし、このレビューを取るのがですね、この敗戦試合を取るのって本当に気が重たく、腰が重たい限りではあるんですが、それだけに J1 勝利した時の喜びは大きいということで、その勝利をですね、早く手繰り寄せるためにも、気持ち切り替えてですね、レビュー動画の方を、撮っていきたいと思います。そこでこの試合に対する一言メモですが、まさに J1 冒険中、要所で見える紙一重の差が白黒つける険しい道のりを示す結果にとありまして、京都としても、シュートスタッツに関しては10対6と勝っていて、チャンスもそれなりに作れていたので、京都が勝ってもおかしくないと言いたいところではあったんですが、コーナーキックの、数やボール支配率といい、 FC 東京の方が着実にチャンスを作り出していましたし、またそのボールを持った時の技術力っていうのは、サンガの選手はですね、割とねミスする部分が多かったのに対して、 FC 東京は、各選手一人一人が止めて蹴る側ねしっかりできていましたので、それこそ京都がねボールを奪ってカウンターっていうのはありましたけども、ただその数に対してどちらかというと FC 東京の方が着実にしっかりボールをつなぎ、京都サンガ FC の選手を揺さぶってでチャンスを作っていた点を考えると、FC 東京のですねそのしたたかさっていうのが非常に印象に残りましたので、スコアは0対1ではありますけども、それ以上の差が個人的には見えた試合ではありましたので、もうまさに J1 を冒険中というところで、冒険ってなってくると険しい道のりもあるということで、それがまさに、今節現れていたと個人的には思いましたので、そこで両チームのスタメンを振り返っていき、ピックアップワードをもとに試合の流れ等を振り返っていきたいと思います。まず京都サンガ FC からのスタメンですが、ゴールキーパーは若原選手。ここは完全に上福本選手からレギュラーの座を奪った形となりました。そしてディフェンスラインに関しては浅田選手がまだこれ湘南戦ドグソ判定により退場となりましたので、もしかしたら3バック編成っていうのも考えられるのかなと思ったんですが、ここは張基ジェ監督、攻めの姿勢は崩さないといったところで、荻原選手と白井選手のサイドバックにメンデス選手とアピアタビア久志選手の2センターバック、ここは強気な姿勢が崩れてないっていうところが、張基ジェ監督らしいこのスタメンの選択だと思います。で、中盤に関しては今季からサンガの10番を務める福岡選手が満を持してのリーグ戦先発、初の先発ということで、
ルヴァンカップの柏戦で怪我をしてちょっと長期化するんじゃないかと個人的には思ってたんですが、まあ、ここに来て先発での復帰ということで個人的には非常に安心しましたし、この福岡選手に関してはまあ注目の選手だと思って見ておりました。で、前線に関しては竹富選手、ピーター・ウタカ選手、宮吉選手とおなじみのメンバーと言いたいところなんですが、宮吉選手に関してはなんだかんだ J1 復帰して以降は初のリーグ戦先発ということで、まあ、福岡選手に宮吉選手、そして、日本代表アンダー21に選ばれた川崎選手と、このサンガのアカデミー出身選手たちの、まあ、ホットラインも、この試合ですね非常に目立っておりましたので、まあ、そういった部分でも非常に見どころが多いスタメンの、まあ、メンツだったと思います。それに対して FC 東京のスタメンに関しては、まあ、おなじみのメンバーなんですが、特に注目なのが今季初スタメンの長友選手、まあ、日本代表のワールドカップのメンバーにも選ばれているということで、まあ、ここは非常にモチベーションも高かったと思いますし、また他では松木玖生選手、まあ、この選手はですねもう開幕からスタメンの座を、まあ、射止めている選手ということで、まあ、川崎選手と同じく日本代表のアンダー21の世代に選ばれている選手ということで、まあ、ここの川崎選手との、ね、バトルに関しても非常に見どころとして見ていたんですが、実際のところ川崎選手と松木選手が、まあ、対峙するっていう場面はまあそこまで多くなかったっていうのがまあ印象としてあります。まあ、そこでピックアップワードをもとに試合の流れ等を振り返っていきたいと思います。まずキャプテンピーター・ウタカとありまして、今節出場なしとなったサンガの本来のキャプテン松田天満選手に代わり、この京都のエースピーター・ウタカ選手がキャプテンを務めたわけですが、もうキャプテンの名にふさわしいこの堂々っぷり、もうプレーの存在感およびもう髪型、この4つのお団子ヘアもですねもうしかりではあるんですけども、もう五分五分のボールは間違いなくこの京都のボールにこのピーター・ウタカ選手がしてくれまして、まあ、その結果カウンターの起点にもなり、かつ自分がフィニッシュにも、ね、シュート4本で携わるなど存在感が抜群でありましたので、さすがキャプテンといったところでしょうか。で、また他で取り上げておきたいピックアップワードとしては、まあ、早速宮吉選手20とありまして、まあ、今節初のスタメンとなりましたが、まあ、幸先よく開始1分その横パスをダイレクトで合わせて、確かピーター・ウタカ選手はちょっとね反応しきれずではあったんですけども、まあ、ここのねチャンスメイクに関してはさすが宮吉選手、正直ねあれウタカ選手が感じていれば1点ものでありましたので、まあ、頼もしい宮吉選手がスタメンの座に帰ってきたなと思った次第です。まあ、そんな感じで開始早々から京都の速攻が機能し、前半の立ち上がりはもう完全に京都の時間帯だったと思います。ただそこで仕留められなかったがゆえに、徐々に前半20分以降からは FC 東京のペースに、京都の強度に慣れてきたことおよび、まあ、FC 東京の選手たちのですねこの遠すぎず、まあ、近すぎずのこの選手同士のこの距離感、まあ、そこからねできるパスコースの出口の複数確保に、あとは両ウィングが大外張り、ここはアダユートン選手や今野選手がサイドを張って、その空いたハーフスペースを、まあ、長友選手や小川選手が活用、また松木玖生選手や阿部選手がうまく出口となって、京都サンガ FC としてはなかなか FC 東京の選手どの選手をつかめていいのか分からず、 FC 東京の選手もですね、まあ、程よい距離感でありますので、取られた時は即時奪回もできるし、まあ、ボールのつなぎとしても京都サンガ FC の選手を走らすことにも、ね、つながるこの絶妙な配置具合、もう京都の選手が密集しているのに対して FC 東京の選手は、まあ、それなりに距離は、ね、あったので、まあ、その分京都の選手を走らせることに今つながったこのボールのポジションに関しては、まあ、FC 東京がペースを前半20分過ぎから、まあ、奪回したと思います。まあ、京都としてはですね、まあ、J2 時代のように、まあ、即ボールを奪い返し、まあ、二次攻撃三次攻撃を、まあ、仕掛けられない現実を、まあ、突きつけられたと思います。ですので正直このままだと京都は本当にやばい、
はり時間の経過とともに京都がガス欠の傾向になるっていうのはもうこの J1 ですね、もう5試合してきて、まあ、各チームもスカウトはねしてきているでしょうから、まあ、京都としてもボールを握る時間帯っていうのはやはり欲しいですね。まあ、J2 だとやっぱりボールを奪えちゃいますから、まあ、二次攻撃三次攻撃とね、次の攻撃につなげることができるんですが、やはり J1 だと、まあ、特にこの FC 東京に関しては強度もあり、かつ、ね、パスコースも複数確保できていましたので、まあ、京都に関してはですね、まあ、無理やり縦パスをねつなぐような、まあ、挑戦的なパスが非常に目立ち、まあ、ここは選手同士の距離感が密だからこそ、まあチャレンジしてもいい部分はあるんですが、ただそれをですね、まあ、確実性っていうのは FC 東京のビルドアップに比べると、まあ、なかったわけですので、まあ、ここの部分を見ても、まあ、J1 と J2 のまあ差をまあ見せつけられた、まあ、ここの積み重ねが最終的に、まあ、京都には、まあ、京都の選手の特に体力的な部分の負担につながっていると思いますので、まあ、京都にもボールを握る時間帯っていうのは個人的に欲しいなと思ったともに、速攻が機能しているだけになかなかその課題が見えづらい部分はあるんですが、90分としてゲームを見たときにやはり京都のこのハイプレスをですね、まあ、一旦休める、まあ、休める結果、まあ、ボールを回す、まあ、ここの部分がですね、まあ、FC 東京に比べてない部分でありましたので、まあ、そこがまあいい意味で FC 東京にまあ課題を突きつけられたと個人的には思っております。まあ、またその中で悔しい限りではあるんですが、この画面によく映る松木選手とピックアップワードとして挙げておりまして、この松木選手の存在感圧倒的でした。もう高校卒業したばかりの選手とは思えないぐらいこの選手が、まあ、ボールいるところにこの松木選手あり、でまた相手の選手と対陣する時の手の使い方に関しても非常にうまい、まあ、強いと言っていいのかうまいと言っていいのか分かんないんですが、まあ、白井選手と対峙した時の松木選手に関してはどっちが高校生なのかと思わしめられるくらい、この松木選手のこの大人びた、まあ、この堂々っぷり、まあ、本当に存在感が強かったので非常に印象に残っております。でまた、まあ、他で取り上げておきたいピックアップワードとしてはやはり川崎選手と武田選手に関しては完全に J1 級に馴染んできたなと、まあ、それぐらい武田選手に関しては、まあ、相手からボールを奪う部分であったり、あとは、京都のですね、まあ、くさびパスを、まあ、受ける、まあ、走力、まあ、当然ここは、受け手にもなりかつ出し手にも、なりうる武田選手の存在感っていうのはもう試合を増すごとにもうだんだんとね存在感を示しておりますので、まあこの武田選手は本当に外せないなと。でまだ川崎選手に関してもやはり前を向けるのがいいですね。川崎選手もう J1 の舞台でも存分にこの前を向く姿勢っていうのはこの FC 東京戦でも、ね、阿部選手をですねワンタッチで剥がしてねくさびパスを入れるシーンもあったり、でまだこの川崎選手の、まあ、パスに中継で入っていたのがよく福岡選手よくこのハーフスペースでボールを、ね、受けてもう中継地点としてよくこの福岡選手が存在感を、まあ、表していたと思いますし、まあ、この選手も松木選手と同じく上下動の動きが、まあ、素晴らしく、まあ、ゲームに携わるっていう部分では非常に福岡選手も、まあ、今季初スタメンの選手としては、まあ、割と主題点を与えてもいい出来だったのではないでしょうか。でまた他で気になるピックアップワードとして取り上げておきたいのがやはり、前半36分の長友選手の対応力、まあ、京都がこれカウンターで上、ね、宇高選手がボールを持ち運んだんですが縦に抜け出しできるのが宮内選手と竹富選手がいましたので、まあ、両方ともこの一人長友選手がゴールに戻りながらも両方とも見るこの体の動き方およびこの首の振り、もうここは本当にさすがでしたし、まあ、いざこれ竹富選手にボールが出た時はこの長友選手しっかり反応できておりましたので、まあ、長友選手のまあこの修羅場をくぐり抜けてきた感、まあ、それがですねまさに光ったまあプレーだったので印象に残りました。また他で取り上げておきたいのが森重選手の展開力&今野選手の神トラップ、荻原選手の頭上をこのライナーで越す森重選手の展開力、まあ、ここは本当にレベルが高かったですし、まあ、その結果今野選手にしか、まあ、触れない位置へのこのパスの配球力、まあ、これはさすがでした。でまた今野選手がそれに対してワントラップでこのダイレクトでトラップして荻原選手を抜き去るんですが、もうタッチライン際に
このボールが出るか出ないか、まあ、そこに留めたこの今野選手のトラップ、まあ、ここは本当にセンスを感じましたので、まあ、これこそねまさに J1 級のプレーだったので非常に印象が残ったので、取り上げさせていただきました。まあそんな J1 級のプレーを数々繰り広げてきている FC 東京、まあ、徐々に京都サン FC のゴールに迫ってきている中、後半23分均衡を破ってきました。木本選手のロングフィードに今野選手が荻原選手を置き去るように抜け出し、で抜け出した後に、まあ、一旦得意の左足に切り返して、その得意の左足から繰り広げられる、まあ、正確なパスにディエゴ・リベラ選手が合わせてフィニッシュ。最終的にメンデス選手に当たってゴールとなりましたが、まあ、ここは完全に京都の、まあ、ハイラインを、まあ、FC 東京がついた形に、まあ、今野選手ねそこまでフィジカルが優れた選手ではないと思うんですが、まあ、ここは前向きの今野選手と後ろ向きの、まあ、荻原選手、まあ、ここをねうまく木本選手がついた形となりましたので、まあ、ここの優位性を今野選手が生かし、まあ、今野選手の、まあ、技術力が最終的に生きた、まあ、この得点シーン、もう FC 東京の抜け目のなさがですね、まあ、このシーンに現れておりましたので、まあ、京都サンガ FC としてはやむなしの失点、まあ、1失点ぐらいだったらねこのハイ、ね、プレスハイラインを敷いている京都サンガ FC としては仕方がない部分は正直あると思います。とはいえ、まあ、京都としては1得点を取れなかった、まあ、得点を取り返せなかったっていうのがどちらかというと問題、まあ、最後ロスタイム白井選手がね惜しいねこの最後のシュートシーン、もう思わずね僕白井ってね思わず叫んでしまいました。もうこのピーター・ウタカ選手が裏に抜け出して、ウタカ選手よくこれ中に入れ込みましたね。あれあそこ結構ねその相手のディフェンダーの選手にとあのボール弾かれてもおかしくないんですが、宇高選手はしっかり上げ切る、まあ、そういった部分でも最後これロスタイム本当に最後4分ぐらいのシーンでありましたので、まあ、ここね追いつければ本当に良かったんですけども、ただ宇高選手がもうまさに京都のチャンスとなってしまっている現状ではありますので、その宇高選手をおとりにして他の選手が、まあ、その得点に絡むとかそういった部分も見せないと、京都としては正直、まあ、今節の出来を見るとピーター宇高選手がいないとやばい、まあ、そう思わせられる、まあ、ゲームでありましたので、まあ、幸先、まあ、重い、まあ、この5節の結果となりましたが、まあ、ただ京都には大前選手やあのイスマイラ選手で、他ではですねマルティノス選手と、まあ、名のあるねちょっと、まあ、癖のある選手たちがまだまだいますので、まあ、そこら辺の復帰をですね、まあ、今後期待したいところでありますし、まあ、長期で監督が、まあ、次節どう修正するのか楽しみです。そして次最後に MVP を選出したいと思います。これは一人だけ、勝利した FC 東京からミッドフィルダーの今野和也選手。縦に剥がせてカットインもあり、右サイドを制圧しアシストでも見せるとありまして、もうこの選手は本当に個人的には大発見の選手。まるで前世紀の中村俊輔選手のような、その突っ込むにも突っ込めないこの独特な間合い、そのボールの持ち方が非常にいいので、その縦にも中にもいけるのが、まあ、その結果として現れているのかなと。もう本当にねセンスの塊と言っていいでしょう。まあ、それもあって右サイド、まあ、荻原選手としてはこの今野選手に、まあ、完全にしてやられたりだったのかなと、まあ、最終的に、ディエゴ・オリベイラ選手へのアシストにもつながりましたので、まあ、京都の選手を、まあ、非常に揺さぶり、かつ、まあ、アシスト、まあ、決勝点をアシストしたという部分でも、まあ、この今野選手の存在感っていうのは、まあ、際立っておりましたので、 MVP 認定は妥当なのではないでしょうか。以上 J1 の厳しい道のりを示された2022年 J1 リーグ第5節京都サンガ FC VS FC 東京戦のレビューでした。それを踏まえて迎える次節ルヴァンカップ第3節、3月26日土曜日14時キックオフでアウェーコンサドーレ札幌戦。ここまでリーグ戦及びカップ戦負けなしの札幌に初の黒星をつけることができるのか、
京都としては、まあ、今節のリーグ戦をもって2敗してはいますが、ルヴァンカップに関しては今のところ1勝1分けで、札幌と同じく無敗、まあ、同じくこの札幌とはグループ C で1位という状況でありますので、この試合に勝てばグループ C の1位に立てるわけですので、まあ、非常にモチベーションは高くなるであろう試合で、また1週間空くため、まあ、リーグ戦のメンバー起用も個人的にあり得るんじゃないかなと。もうこのルヴァンカップといえば山田選手や木村選手の活躍が目立ち、そのメンバーとこのリーグ戦のメンバーを融合させる、まあ、そういった大胆なテコ入れを試すんだったら、このルヴァンカップの試合になるのではないかなと。さすがに宇高選手は出るかはちょっと分かりかねますが、まあ、ただこの次の試合、リーグ戦のメンバーは2週間後になりますから、そういった意味でも一旦この山田選手や木村選手、またこの宇高選手を融合させるっていうのも、まあ、一つの手なのではないかと。まあ、宇高選手以外の得点源もですね、まあ、発掘するっていう部分もですね、非常に大事になってくると思いますので、まあ、どの選手がこのルヴァンカップで自分を価値を証明するのか、新たなオプションの発掘およびグループ C1 位を勝ち取る勝利を期待して、ここらで終わっていきたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。